結構ざっくりなんですけど、今釣り歴がだいたい4年5年になってきて、そうなんや、今やっとそうなったんですけど、今、うん、あの LINE についてすごい悩んでる、 LINE っていうかその扱い方、長谷川さんよく言う LINE スラックを使った釣りとか、うんうんうん、まあそういうのに悩んでるっていうか、うまくできないとかできてんのかなっていう今状態で、なるほどなるほど、そういうのちょっと教えてもらえたらなと思いまして。結構たくさん釣ってるよね魚ね。本当ですか、ありがとうございます。まあシェイクするにも、はい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 、釣れるシェイクの仕方って張りっぱなしじゃなくてラインを抜くためのシェイクが釣れる感じ、はいはいはい、だから立ってっちゃうと釣れないよね。あれはこう、そうですね、はい、スラッグを作ってる感じだから、まあどんな釣りでもバス釣りって結構スラッグがキーになってるのね。例えばクランクベイトとかもクランキング用のロッドを使ったりとかするのはやっぱスラッグを作るためなのね。だからこう結構竿先がちょっと柔らかくて、はい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 、クランクウェイトの動きに対してこういう風に追従するような竿をグラスロッドを使ったりするんだけど、はい、あれっていうのはクランクウェイトがリップをグッて水を受けた時に左右に頭を振るんやけど、はい、この右に振って戻る時にラギンスラッグができるようにああいう竿を使うのね。ああなるほど、うん、あれはテキーという、まあ、自分グラスロッドを使ってクランキングとか好きなウィートとかの釣りはするんですけど、うんうんうん、そういうのってね結局勘違いしていたところはあくまで魚をかけた時のバラシを少なくするためのグラスだと思ってって、なるほどなるほどなるほど、思ってたんで、うん、そのいいクランクベイトっていうのはその、はいはい、スラッグがすごいできるの、うん、スラッグができては張って、スラッグができては張ってって、要はスルシェイク、はいはい、スルシェイクと一緒に。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはい。ああ、だから、なるほど。なんか言葉で説明するように認識してずに使ってる人は多いけどね。ああ、なるほど。なんか感覚で掴んでる人たちは、感覚でやってるか、うん、もしくはもう全くそういう感覚がない状態で使っちゃったりしてるんで、だからそのクランクベイトのロッドとクランクベイトをうまく組み合わせる方としてはスラッグを意識するのね結局、はいはい、クランクベイトでも。だからその荒谷さんがその今言ったはい、はい、スラッグを使った釣りっていうのがどういう釣りの対象なのかなと。ああそうですね、まあ今その先のクランクの話は、まあ、あのちょうど今たまたま聞けたってことなんですけどまあ今日あのワームの釣りでのっていうことで、ね、あのストの猫リグ使ってる時もそうですし、うん、あのまあ流行りって言われるんですけど、あのコーヒー重のシンカーの使った釣りとかも、うん、ああいうのって結構ラインストラックすごい大事って聞くんですけど、大事では聞くんですけど、はい、何が大事なのかとか、うん、ライン自体が沈んでるのいいのかとか、そういう扱い方ですよね、うんうん、なるほどね。ワームでいうスラックができてる状態を常に意識してるリグっていうのはノンシンカーワームなのね。そうですね、やっぱり、うん、ノンシンカーワームってほとんどスラッグ抜けた状態で操作するから、うんうんうん、まあだから結局バスが口使いやすいんだけど、スラッグを抜く意味っていうのは、まあスラッグ抜きずっと抜いてたらルアー動かないんで、はい、そうですね、はい、どこかでテンションかける絶対、はいはい、どっかでテンションかけてその状態があってのスラッグを抜くっていう状態になるんだけど、スラッグを抜いてる時にどういうことが起きるかっていうと、初めてそこでルアーが自発的に動くの、うーん、で引っ張られてる時っていうのは人にとか人力によって引っ張られてルアーって動いてる。そうです。その動いた時の反動を使った時に動きっていうのはルアーが自発的に動いてる力。分かる。張って緩めた時にどういう動きをするか。そう、はい、でそのブラックバスがめっちゃ嫌がるのは人間が引っ張ってる時の動きっていうのはすごい嫌がるのね。でそれが抜けた時、要はその反動を利用して動いてるルアーっていうのは反動を使ってるから結構自発的に動いてるような状態から引っ張られてるんじゃない動き、うんうん、はい、でその時に魚すげえ食いやすい。ああなるほど。そうそう、うんと、バックスライドのシンカードが特にそういう感じなんですかね。そうだね、基本的にはそうだね。ただまあ引っ張られてる時にも食うんだけど、バスってる時にでも、引っ張り続けてテンションかけ続けて釣れるルアーっていうのはどこかにその要素が入ってることが多い。何かしらの部分にその要素がどこかに入ってることが多い。はいはいはい。でよりその要素がうまく噛み合わさってるとか強いルアーっていうのがよく釣れるルアーで、うんうんうん、でワームに関しては特にロッドアクションで操作するルアーなんで巻き物じゃないから、はいはい、その使い手がスラッグをどういうふうにうまく操作できるかによって直が変わるみたいな感じだね、はいはい、でその一番そのスラッグが作りやすいのリグがノーシンカーだね。ああそうですね、確かにそう聞いてみれば、はいそうです確かに。だから
結構ノーシンカーっていうのは誰が使ってもってことはないけど、まあ比較的初心者の人でも釣りやすいっていうか、ただノーシンカーに関してはやっぱり使える条件が狭い。そうです、はい、風が強かったりとか寿司が強かったりできないので、うんうんうん、そこでやっぱりシンカーっていうものが必要になってきて、シンカーっていうものがついて対応力が大きくなる分、スラッグをうまく扱えるか扱えないかが釣り人の技量になってくる、はいはいはい、そのトータルがワームでいうスラッグの操作の仕方の対応力イコール超過の差ってなるって感じなんです、はいはい、スラッグも難しいですよね。やっぱりなんかこう、まあ、それこそ水中でどうやって動いてるかっていうのは想像できないのもあるんです。それやっぱ難しく感じるんですよ。あとまあそのスラッグが本当は大きく使うと、スラッグと重りの関係は実際ルアーを入れてるあの場所っていうのが、例えばボトムの釣りしてたとしても起伏の変化があるから、例えばダウンヒルでこの状態になった時に、はいはい、ロッド操作でルアーがそのダウンヒルのあれに沿って落ちてるなって思って落としていく時っていうのはもうテンションがロッドにかかってくるから、はいはいはい、でその起伏の変化が激しければ激しいほどルアーが下に落ちようと思った時にテンションがかかっていっちゃう、ね、だからカーブホールに近い状態になっちゃうんだけど、はい、瞬間瞬間にこのスラッグを取ってると自発的にルアーが下に入るの、スラッグ分、うん、ああそのスラッグ分をこう下に落ちれる余力が、例えば20センチ下に落ちるんだったら、はいはいはい、スラッグが20センチ以上出てればルアーが勝手に下に追従してってくれるのね。だから、うんうん、勝手にダウンヒルの起伏の変化に対してルアーがこう対応して動いてトライさせてくれる状態っていうのは、そのスラッグができてるかできてないかな、起伏の変化が例えば激しければ激しいほどそのスラッグの量をたくさん取ってる人の方がきっちりトレーサーしてくれるっていうのもある。あーなるほど、まあ、アップヒルとダウンヒルだったら断然ダウンヒルの超過の差が出やすいのはそこにあるんだけど、でやっぱりあのダウンヒルで狙った方が超過は上がりやすいんで、あそこもやっぱりスラッグの力が関わってるっていうか、それは進化が重くなればなるほどストンと下に落ちるスピードが速くなるのも利用できるし、落ちていくからそこに着くまでの時間が早いから、逆にすごい重いルアーでスラッグを扱うのっていうのは結構難易度が高かったですね。ああそうなんですね。そうだから意外と初心者の人ってフットボールジグとかでよくあんまり釣れないの。そうですね、確かにそういう気ありますね、はい、うん、逆に今度はフットボールジグは結構重い進化でやる釣りなんで、逆にクランクベイトと逆のロッドセッティングになるのね。ああそういうね、はい、なぜかって言ったら先がやらかったらテンションがかかっちゃうから追従して、ああはいはいそうですね、これは硬い竿、ジグロッドという硬い竿っていうのは、はい、あれはスラッグを瞬時に抜くために竿が硬いの、ね、ああなんかそうですね、なんか根本的なこうロッドの使い方を間違ってた今気がしますね。だったら次からの兆候が楽しみでしょうかね、ちょっとそういうの意識すればまだこう、まあ、超過も変わったりとか、まあ、扱い方が変わるのかな、まだロッドの選び方も変わったりとか、ね、そうだね、そこを基軸にすればやっぱ、はいはい、あの新しいルアーが出た時にも見方がそうですね、そうなると、はい、だから、その動きそれを強くやっていって反応が出ない時にその逆試すとか、そうですね、そういう考え方もありますね、うん、なんか他に何か聞きたいことある、うん、大丈夫ですか。そうですよね、うん、スピナーベイトの釣りが結構好きなんですけど、うん、長谷川さんにとってスピナーベイトってどういうルアーっていうかっていう、なもうこれもざっくりなんであれですけど、スピナーベイトは歴史があるルアーだから、それでいてずっと使われてるから、でそういうルアーっていうのはスレに対してすごい強いの。あーなるほど。でスレに対して弱いルアーっていうのは消えていくのよ、結構やっぱ使用率が低いくなることが多いのと、うん、多いんで、スピナーベイトはスレに対して強いのと、あとはその対応力がすごいあるのね。それなんででもかって言ったら、まあ、いろいろなパーツがすごいついてるのと、フラッシングがまず作れるのと、はい、あと水をかき回してるのと、うんうん、あと音を出すのと、あとはそのワーム的要素が入ってるっていう複合がすごい、はい、そうなんじゃないかなって思うんだけど、ただあのクリアウォーターに対しては結構弱いのね。クリアだったらやっぱり逆に濁った時とか、めちゃくちゃ荒れちゃった時とか、そういう時に使うことが多いね。常時濁ってるようなフィールドだったらスピナーベイトの出番があると思うけど、はいはい、特にホックはクリアウォーターだから基本出番はないわけ。基本出番はないんだけど、すげえ激しい変化があってきたよね。大雨降った後とかさ、激荒れになっちゃったとか、はいはいはい、だいたいそういう時にあのスピナーベイトが出てくる、ね、やっぱり釣れるね。自分のフィールドがやっぱりパチロはマッティだったりとかもなんで、うん、まあ、スピナーベイトはおのずと増えてくるんですけども、うん、自分は特にこうブレードの大きさ形とかは、まあ、そんな気にしてないんですけど、なんか長谷川さん的になんかブレードの形とか、うん、今いろんなメーカーで出るあのカラーブレードとか
ああいうのって長谷川さん的にはどう思ってる、うん、いや逆に言うと俺だからスピナーベイトはそこまで使い込んでないから、あ逆にそんなに詳しくまでは突き詰めてないね。そうやな、スピナーベイトに関してはそんなに俺は長けてない。ちなみに今のボリュアスであのスピナーベイトを作ってるってあったじゃないですか、うんうん、あれとちなみに何をコンセプトっていうか、なんかこう、まあ、琵琶湖用っていうことなんで、なんかすごいそれに特化したものなんですけど、うんとね、結局カラーブレードとかブレードの形とか大きさとか、はいはい、で何が変わるかって言ったらスピナーベイトのアピール力を調整してると思う。あ、はいはい、琵琶湖で俺が使ってるタイミングっていうのはとんでもない状況変化が起きた時にドンって出すか、はい、もう調整幅がないのよ。もしあもう、もうあのもう完璧、もう目立たせるの振り幅もそこの中でこう微妙に調整して使うっていう感じじゃないから、うん、そこが俺はない。あ常に濁ったところで常に食べて使う人はその中での調整域を持つ。あそうかもしれないですね。自分も確かにその中でこうちょっと落とすとかいろいろなんか、うん、とかもうちょっとアピールするとかの使い分けになってるから俺にその調整枠がないわけ。その中でもやってれば別だけど、けどスピナーベイトって使うのね、まあ、だからボレアスから出すんだけど、まあ、あとそのでっかい魚をスピナーベイトで釣っていくとさ、折れたら使えませんだったらいいんだけど、でっかい魚がかかった時に折れてなロストしちゃうじゃん。折れて魚をロストするじゃん。あそうですねじゃあ一匹釣ったら新しいのに変えるとかそういうわけにもいけないし、じゃあどのぐらい負担をかけたらこのスピナーベイトを使わないようにすればいいんだって結構微妙じゃない。そうですね、まあ、それこそ曲がって調整するっていうのも結局その金属疲労がそうそうあの待ってそうやってあの直していったりすることであってまだそれ折りやすくなったりするんですよね。そうでさ30センチとか40センチぐらいだったらいいけどさ、うんうん、だから琵琶湖でさ60とかテンポンドオーバーだってのが来た時に折れちゃったらさちょっとそんな嫌やん。嫌じゃん。そうですね。じゃあ何匹か釣っていってさこれ大丈夫かなと思いながらこうやってるのも嫌じゃん。そうですね確かにじゃあもうこれやばかったらもう使わないようにするのかっていうのも嫌じゃん。だったらもう安心して投げ続ける方が確かに。ちなみに新しいそのポリアスで出すピナビートでも8分の3とかは出ない。8分の3もね出すよ、まあ、2分の1から出すけど、うん、とりあえず2分の1出したら8分の3で出そうか。あはいはい、ね、8分の3がやっぱこっち割と多いんで。そうだよね、オカパレは8分の3だよね。そうですねよほど早巻きとか早く巻くとかちょっと水深あるところをゆっくり巻くってなったら2分の1使いますけど、基本は8分の3とかなんで。琵琶湖は俺が使うタイミングはどっちかって言ったら4、3、2、1だもん。どっちかって言ったら4、3、2、1だもん。相手だったら力出す。増やしてるスピナーベイトも楽しみにしてるんで、まあ、ぼちぼち作ってるからいつできるか分からへん。工場の関係もあるから、まあ工場に合わせて作ってってるから出来上がると思うよ。うん、まあ、それこそ今ちょうどスピナーベイトの時期なんで。スピナーベイトの時期なんだ今。今そう、自分的にはそうですね。今一番、もう青森はもう水温だんだん低くなってきて、ほぼ今も散ってる状態なので、スピナーベイトが一番手取れば早いっていう感じですね。なるほど。それはそのスピナーベイトがよく釣れるってことですか。そうですね。おのずと自分がスピナーベイト投げる頻度が高くなってるっていうだけかもしれないですけど。ああ、でも感覚的にスピナーベイトがよく釣れるから使ってるってことやね。そうですね。はい。まあで。割と年中スピナーベイト投げてる方ではあるんですけど、ああ秋とか、ね、個人的にはそうですね、秋9月今の時期とかですかね、が一番のいいというか釣れる感じですかね。俺はスピナーベイト使いじゃないからそんなに詳しくはないんだけど、基本的にターンオーバーに強い岩だからね。そうですね、まあ、そういう確かにイメージあるんで、自分なんかそういうもう、はいはい、もうターンオーバー始まってきてるんでなるほどね、こんな感じかな。本当にありがとうございます、本当に。いやいやいや、ちょっとこういうの試しにやってみてください。すごい勉強になりました、うん、そうやって言ってもらえるとあとぜひイベントあったらその時にまそうだね、はい、そうだね、イベントも企画するし、ちょっと青森は遠いけど、そうですね、あのリアルで出会える人、はい、あ、本当、はい、機会があれば本当に、はい、なんかこういう企画もするかもしれないんで、また、はい、まだその時なんで、まだぜひ、あの、はい、応募というかするんで、はい、じゃあ今日こんなところで、はい、本当にありがとうございました、はい、本当に、はい、ありがとうございました、はい、はい、どうも、はい、またお願いします。